どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、年会費無料のクレジットカードで、海外旅行保険がね、自動付帯しているクレジットカードをね、まとめて、3つね紹介していきたいと思います。皆さんね、海外旅行に行かれる際に、海外旅行保険って入っていますかね。まあ、もちろんね、入っていない状態でね、行かれるっていうのは、まあ、かなりリスクが高いので、まあ、やってる人もね正直多いと思うんですけども、まあ、私個人的にはですね、絶対海外旅行保険がねある状態、別に空港とかでね売ってるような、海外旅行保険に入らなくても、確実にね海外旅行保険をね、まあ、保有している状態でね海外旅行に、ね、行ってほしいんですよね。まあ、というのも特になんですけども、アメリカ、まあ、医療費がね、まあ、高くて有名ですよね。ちょっとね急病で、まあ、救急車で運ばれたりしてね、で入院しようものなら本当に何百万っていうね請求が来るっていうね、まあ、結構有名な話で、まあ、そういう時にやっぱり頼れるのっていうのはもう海外旅行保険しかなくなってくるんですよね。っていうので、まあ、今回は、まあ、その海外旅行保険がね、クレジットカードに自動付帯しているクレジットカードってあるんですよね。しかもこれが年会費無料でもありますので、まあ、今回はね、まとめて、紹介していきたいと思います。まずね、一つ目、横浜インビテーションカード、まあ、こちら皆さん知ってますかね。まあ、私も、このクレジットカードね、ちょっとこの辺に出しておきますけども、私もね無料の付帯のクレジットカードないのかなって調べて、まあ、初めて知ったクレジットカードなんですけども、まあ、横浜観光プロモーション認定事業から、まあ、公認を受けた、ジャックスカードが発行しているクレジットカードなんですけども、こちらね年会費無料なんですよ。で、海外旅行保険がね、まあ、自動で付帯しているっていうクレジットカードなんですよね。で、保証額をねちょっとここら辺に出しておきますけども、この中でね、まあ、一番大事なのっていうのは、まあ、もちろんね死亡後遺症額って一番上にあると思うんですけども、こちら2000万ってなってますよね。まあ、こちらまあ高いことに越したことはないんですけども、正直、まあ、こちらね亡くなるか、まあ、後遺症障害を受けるようなねことにならない限り出ない保険なんですよね。ですんでこれがいくら高くてもですね、簡単に言うと、まあ入院したとかね、怪我して救急車で運ばれたとかね、まあ、そういうのがねここじゃないんですよね。一番見てほしいのはその下と下なんですよね。障害治療費用、こちらと疾病治療費用ですね。まあ、こちらの2つをね特に見てほしいんですよね。まあ、それ以外にもですね、まあ、経口品損害とかね、こちらも、持ち物をね壊した時に出る保険だったりするんですけども、まあ、一番重要とされているのは障害治療費用と疾病治療費用っていうところなんですよね。まあ、ここの額が、まあ、いかにどんだけ高いかっていうのでね見ていただきたいなっていう感じなんですよね。まあ、この横浜インビテーションカードだと、まあ、200万ということでね保証していただけますっていうことになってるんですよね。まあ、これが無料で付帯してるっていうのはやっぱりすごいことですよね。で、こちらはねクレジットカードは海外でね、急病時とかにね緊急アシスタントサービスっていうのはね、利用することができます。これもねいいメリットですよね。やはり海外っていう場所もありますからね。次にですね、こちらですね、booking.com クレジットカードですね。まあ、こちらね個別に動画出しておりまして、年会費無料のねクレジットカードにもかかわらずね、まあ、もちろん保険も自動付帯でね海外旅行保険が入ってるのもそうなんですけども、自動キャッシュバックなんですよね、還元率が。ですので、まあ、利用したらね基本的に 1% の還元額、まあ、このクレジットカードにはついてるんですけども、まあ、それがね自動で戻ってくるっていうので、まあ、ポイント交換とかね面倒だったりするじゃないですか。私もねこんだけポイント交換をねやってANA マイルとかね貯めてるわけなんですけども、まあ、面倒くさくないわけではないんですよね。うん、だからまあここをね面倒くさいと思う方ももちろんいらっしゃると思うんですよね。っていう方はねこのクレジットカードかなりおすすめなんですよね。うん、その交換する手間っていうものがねないですからね。でこちらの保証額もね、ここら辺に出しておきますけども、
こちらね、三井住友カードになっておりまして、自動付帯分っていうところですね、死亡、後遺症障害が300万、その下の、下の下ですね、障害治療費用が100万、その下の、疾病が、疾病治療費用が100万っていう感じですね。まあこちらがまあ自動で付帯されている分っていうふうになりますね。で、一番上のね、あの最高2000万っていうのはですね、こちら利用分っていうのが、あの3番目に書いてあると思うんですけども、まあ、こちらね、あの利用付帯ってあるじゃないですか、まあ、このクレジットカードを、まあ、ホテルとかね、航空券の利用とかにするとプラスでまあ1700万つくみたいな感じなんですよね。ですんで、まあ、持っているだけだと、まあ、こちら300万円分だけっていう感じになるんですよね。で、こちらのブッキング .com クレジットカードはですね、ポイントインカムっていうポイントサイトで一応ね1000円分ポイントもらえますんで、まあもらえないよりかはですね、まあ、この機会に発行したいなと思った方はね、あの狙っていただきたいなと思います。まあ1000円分ですけどね。次に3番目ですね、こちらですね、エポス、クレジットカードですね、まあ、こちらはもう何度となくね私の動画で、まあ、紹介させていただいてるんですけども、もちろん年会費無料で、海外旅行保険がね自動付帯している、まあ、クレジットカードなんですけども、まずね額ですね、こちらに出しておきますけども、障害治療費用が200万、疾病治療費用が270万っていう風になってまして、まあ今までのね今日紹介した中でも一番額が大きいですよね。で、こちらも健康品損害っていうのが出てまして、まあ、こちらも20万、ね、もらえたりとかしますんで、これがねやっぱり無料でついてくるってやっぱすごいですよね。で、こちらのエポスカードもですね、現地からねサービスデスクが24時間対応しておりますんで、まあ、海外旅行中にね緊急の時にねこういうところは利用できるっていうのはね、年会費無料でこのサービスが受けれるってやっぱりエポスカードすごいなって思うんですよね。で、このエポスカードのね、海外旅行に関して、まあ、詳しく知りたいみたいな方はですね、こちらエポスカード持ってる方はエポスネットっていう、まあ、サイト、エポスがエポスカードをね会員向けにやっているサイトなんですけども、まあ、そちらでねエポス、海外旅行ブックっていうのはね申請すればいただくこともできますんで、まあ、詳しく見たいという方はね、まあ、こちらからまあ保証額とかね支払いされる対象とかねそういうのも見ることができますんで、まあ、詳しく見たいという方はねもらうことができます。エポスカードはですね、まあ、私の動画のチャンネルで、まあ、何回もね紹介ねしてるんですよね。エポスクレジットカード自体がこちらは普通のエポスカードで、私もね今エポスカードを、保有していまして、ゴールドカードっていうのをね狙ってるんですよね。まあこちらで決済を貯めていくと、まあ、ゴールドカードの、招待状が届くというふうに言われてまして、まあ、無料でねゴールドカードに切り替えることができます。そうするとゴールドカードということで、まあ、クレジットカードラウンジに入れたりとかね、ちょっと保証額が上がったりするんですけども、まあ、そのゴールドカードにしてからですね、先日動画で紹介させていただいた JQ エポスクレジットカード、まあ、こちらにねちょっと九州まで行かなきゃいけないんですけども、まあ、そちらまでね行って切り替えることが、まあ、審査なしでできるんですよね。ですんでその、まあ、審査なしでっていうのはその普通のエポスカードから、ゴールドカードに切り替えるときに審査があって、 JQ エポスに切り替えるときにね、まあ、九州に行ったところで、まあ、審査がなしでね、まあ、切り替えができるっていうことでね、私もそれを狙ってるんですよね。っていうのはちょっと解説動画ね詳しいの出しておりますんで、まあ、詳しくはそちら見ていただけたらなと思うんですけども、 ANA マイルのね貯めるクレジットカードとしても2021年以降ね、個人的には多分相当メインのね方のクレジットカードになっていくんではないのかなっていうふうに思ってますので、今後ねこのクレジットカードね決済これで集めたいっていう方はね、この機会にねエポスカード発行もいいんじゃないかなと思います。で、このエポスカードはですね、今ポイントサイト EC ナビで7000円分のポイントがもらえる案件出ております。多分ね私の知る限りエポスカードが7000円超えてくるって、まあ、かなりねレアだと思いますんで、もしくは、過去最高だと思いますんで、発行しようかなと思った方はちょっと今がチャンスかもしれないですね。で、こちらねエポスカード側でもキャンペーンをやっておりまして、 EC ナビから7000ポイント分で、エポスカード側から2000ポイント分、ポイントがもらえます。
さらにね、紹介コードを入れるとさらに500ポイントがもらえますんでね、まあ、そちらも、利用していただけたらなっていうふうに思います。いかがだったでしょうか。今回はですね、年会費無料の海外旅行保険自動付帯のクレジットカードをね、3つまとめて紹介させていただきましたけども、まあ、今回はですね、初年度年会費無料のクレジットカードで海外旅行保険がね自動付帯しているクレジットカードって、まあ、結構あるんですよね。まあ、私の動画でもね結構紹介しているセゾンアメックスゴールドクレジットカードとか、先日紹介させていただいたビッグカメラスイカとかね、あちらも初年度年会費無料で海外旅行保険がね自動付帯しているクレジットカードなんですけども、ちょっとね油断して2年目ね何にも使わないで保有していると、まあ、年会費かかったりもしてしまいますんで、まあ、今回は、完全年会費無料のクレジットカードだけでね、集めさせていただきました。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますのでフォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。